まあ、いい時もあれば悪い時もありましたし、まあ、課題も見つかったのでそこを、まあ、残り少ないですけど練習でコミュニケーションを取り合いながら修正していきたいなと思います。まあ、最後の試合、本番前最後の試合を勝つ勝てたということはすごい大きな力になりましたし自信もついたかなと思います。今日は自分では出したつもりだし、まあ、得点を取れたということが一番良かったのかなと思います。新谷君が頑張って落としてくれたボールをトラップしてボレーという形で、まあ、決めることができて、まあ、良かったのかなと思います。まあ、コンビネーションだったり距離感だったりというところは常に話し合いながら試合中も話し合いながら、まあ、やりました。まあ、何が何でも勝つというところはみんな持ってますし、まあ、勢いに乗って決勝まで、そしてリオに切符を取るというところをみんなで頑張っていきたいと思います。